あの特別ゲストをお呼びしておりますので、うん、はい、転換させていただきますので、お待ちください。愛のちょっと聞いて、はい、ということでございます。ということで、はい、はい、さあ今日はですね、この番組でも何度も名前を出しました、私の友人を連れてまいりました、車椅子 YouTuber そしてインフルエンサーの中島涼子ちゃんです。こんにちは、よろしくお願いします。中島涼子です。ありがとうございます。いや、涼子は今日はね、はい、東京から来て、はい、あ、東京から、はい、そう、来たてほやほやです。来たてほやほや、さっきね、来たんですよね。友達を連れて車椅子の仲間がいっぱい今日来てますね。映せないんだけど、すごい、はい、あのね、はい、有名人の車椅子の友達たちをいっぱい連れて来たんですよ。来ちゃいました。そう、はい、で、そう、それでね、ここ来るまでも、うん、結局1時間見てたんですけど、はい、それでも到達しなかったんですよね。新大阪からここまで、ね、なかなかエレベーター乗ったり ね、そう、だからやっぱりその、うん、私たちは普通にあの何歩道橋は歩いたりとかするけど、はい、もちろん来れないし、うん、その新大阪から大阪まで行くでしょ、はい、で大阪から地下街に行きたかったのに、はい、地下に行けないんですよ。行けない、行くそのエレベーターがあるかもしれないけど、はい、JR の人に聞いたら分かんないって言われて、で結局地上をずっと来て、ね、だからそんなこんなですごい大冒険で、うん、なかなかやっぱりその車椅子ユーザーとか障害者の ね生活実態とかわからないっていうから、うん、まあ、そのみんなに少しでも知ってもらいたくて、今日はちょっとねコードレスのコーナーにお呼びしました、はいはい、ありがとうございます、ね、はい、って言うんですけど、うん、脊髄損傷っていうおへそから下の感覚がない状態と一緒で、うん、まあ、おへそから下が感覚がなくて、まあ、トイレも行きたいとかあんまりわからないので、はい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 、時間おきに行ってる感じですね。そうで9歳で突然歩けなくなって、で1年ほど入院したんですけど、うん、で入院して退院して初めて街に車椅子で外で出た時に、その今まで歩いてた時とは全く違う視線を感じたんですよね。みんなが見てるというか、多分みんな悪気はないし、ただ車椅子の人だなと思って見てると思うんですけど、自分はそのすごい白い目で見られてるというか、それまで自分の中に障害者とか車椅子の人に多分偏見を持ってて、自分自身がかっこ悪いとかちょっとネガティブなイメージを持ってたので、自分がそう思われてるんだろうなと思って、それが視線が辛くなってしまって、でどんどん引きこもりがちになってしまったんですよね、小学校4年生ぐらいで。でそんなって言ってディカプリオに会いたすぎて11回行ったおかげで、こう諦めない勇気というか、人に街中で見られることにも慣れたし、諦めないことも覚えたので、タイタニックに感謝してまして、それ以来あの私もいつか映画を作る側になって、人にこうポジティブなエネルギーを与える人になりたいなと思って、まあずっとアメリカかぶれの女子で中高を過ごして、で18歳からアメリカに行って、まあ映画の勉強をして8年ほどして帰ってきたっていう感じなんですよ。すごい。そうなんです。そのアメリカに留学する前に1回あの家族旅行でハワイに行ったんですけど、そこで初めてアメリカの文化に触れたんですけど、アメリカ人って街中でこう目が合うだけで、はいみたいな笑顔で笑いかけるんですよ。しかもなんかなんで車椅子なのみたいな、こう道でこういう瞬間に聞いてくるんですよ。で話してるうちに友達になったりとか、その車椅子かっこいいねとか言ってくれるんですよ。でそれもあるし、あとはお店にどこに行っても絶対トイレがあって、その車椅子用の、日本って障害者用トイレがあるじゃないですか、はい、アメリカは障害者用トイレ自体がなんか障害者に対して冷たいなというか、みんなが緊張してるんだなと思って、私とかと触れ合う時にやっぱり車椅子にこう触れないように話してきたりとか、なんか気を使われてるなっていうのをすごく感じて、まあ、日本で念願だった映画の編集みたいなお仕事ができたんですよ。で夢は叶ったけど、なんとなくまだ行きづらいな日本ではと思って、まあ、それでもっと日本が障害者でも暮らしやすい社会になったらいいなと思って、そういう活動を始めて1年ぐらい経った感じですね。すると思うからもう自分から言っちゃおうと思って、 YouTube ではそのトイレやっぱり感覚ないので、私おしっこ漏らすこともありますみたいに言っちゃったんですよ。そしたらあのみんなにディスられるかと思いきや、なんか言ってくれて感動しましたみたいな同じ状況の人からメッセージが来たりして、自分から言ってしまおう、セキララ系女子になろうと思って、トイレよく漏らすのであのおしめしてますみたいなことを言ったり、どんなのを使ってるとかを見せて、その生理ってまあ普通じゃないですか、なんかそれと同じぐらい当たり前に、まあここから感覚がない人は漏らすこともあるみたいな認識をみんなにしてもらえたら、隠したりすることがなくなるんじゃないかなと思って。ありがとうございます。はい、障害者って言ってこう壁を作ってしまわないで、まあ、街中に車椅子の人とか障害がある方がいたら、あの緊張するかもしれないんですけど、気軽になんかお手伝いしましょうかとか声をかけてもらえたらすごく嬉しくて、
まあ、多分大丈夫ですって言われちゃう時もあると思うんですけど、そこでなんか諦めないで、まあ、いろんな人に声をかけてくれたら、こっちも何も言われないよりはなんか言われた方が嬉しいですし、まあ、笑顔もね生まれると思うので、気軽に障害者や、まあね、不自由な人がいたら声をかけて、こう生きやすい世の中を一緒に皆さんで作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。私は無事鹿児島で受験できるようになったんです、うん、でその日本人のハンセン病患者になったもんですから、うんうん、はい、それでいやそれもね、うん、実は鹿児島に部下行く時に、うん、寮のお父さんに、うん、実の父親は誰も喋るなって言ったんですけど、うん、やっぱり1年半ぐらいお世話になったお父さんですから、うん、お父さん僕逃げますと、うん、言った時に初めて、うん、ああすごく君が第一号をやってくれるか、うん、で鹿児島行ったら僕はその電話でね、鹿児島の人に電話しとく、理事会長に電話しとくから、うん、鹿児島校に君たちを迎えるように連絡しとくと、うん、して成功したら電報でと、うん、君に続いて通じる人子供を送ると言ったんです。それで鹿児島校にもこう電話が行ってるので一人向かいの方が来てました、うん、で当時はね鹿児島港から垂水までの連絡船っていうのがあって対岸に、そこからバス乗って、うん、今のハンセン病療所まで行った、はいはい、今はもうあの垂水の連絡船じゃなくて電車、うん、で桜島から渡るようになってますけど、はい、それで行ったらですね大騒ぎです、うん、あの鹿児島ではとにかく窓口でもう事務官たちがもう大騒ぎ始まった、ハンセン病療養所、沖縄のハンセン病療養所から逃げ出した子供がたどり着いてると本庁に一生懸命問い合わせしてるんですよ。聞こえてくるのは強制送還とかいうことが飛びかかったんですよ。でそれで私を迎え入れた自治会長さんはこれで危ないと思ったんじゃないですか、園内放送でですね、みんな自分別館のところ集まれて園内放送してゾロゾロ人が集まってきた、入園者が、それで今でいうあれシュプレイコールですね、この少年を追い返すなとか始まったんですよ、はい、そうすると療養所で静かな環境の中でいきなりこんな騒動が起こったもんだから、もう白衣を着た若いあの女性の女医さんがこのみんな騒いでる中から終わって入ってこられた。何事ですかと言ったら、事務官たちはそのいわゆる入園者の方が数が多いもんですから、多勢に無勢ですね、ここに味方の女医さんが現れたもんだから一生懸命もう渡りに船だと思ったんじゃないですか、一生懸命今の状況を説明して、うん、本庁に聞いたらこう言ってるとか言ったと、そしたら非常に小柄な女医さんでしたけど、もうそう大きな声でしたよ、あなたたちはまた沖縄を見捨てる気ですかって言うんですよ。それで学生服、3月の学生服着てる時ですよ、外ですよ、そのあなた学生服脱ぎなさいって言うんですよみんなに学生服だけ脱がされたら、したら
中の事務官に診断書を持ってきて。